なんか音が何もなくなった。え、待って、俺、失明じゃない、なんだ。逆か、なんだ。耳やられた。お疲れ様です。ムービンです。今回も、泥酔、フォールガイズやってみましょう。はい。今回はね、前回と違ってかなり飲んでますよ。もうなんか全然喋れないじゃん。やべ、イヤホン外れた。ちょ待って。ちょ待ってね。うん、多分ね、もうね、今日は飲みすぎてて喋れないから、字幕頼むわ。あの、冷静な、あの、酔ってない時のムービン、字幕頼むわ。ごめん、もう説明する元気もない。元気はあるわ。元気はあるけど、もう、頭はない。うん。頼みます。字幕お願いしますね。よろしくお願いします。やるか、スピンレース。普段の実況でもさ、私ムービンがさ、ゲーム始めるときにさ、やるかーってよく言いますよね。最近自分の実況見直してて最近思いますね。最近何回言うんだって話なんですけどね。もう全然もう何言ってるか分かんなくなってきた。今日ちょっと飲みすぎたな。今日飲みすぎたな。今日ちょっとあの、前回初試みをして、で、編集して、で、なんか、あ、それなりな感じだなと思って第2回やってんすけど、あ、飲みすぎたな。9% 2缶飲んでるもんな。ちょっとあの、さすがに厳しいんすけどやっていきましょう。ちょっとね、このステージ大体バグるよね。ちょっとバツボタン間違えた。ジャンプボタン間違えてるぐらいやばいから。あ、これ逆だね。逆ループだね。ボーン、あ、もうここからいけない。この時点でいけないんですね。あ、なるほどね。あ、これ逆回転だってことも分からず。やばいね。多分このステージくらいだけど、今後、泥酔してもクラウン取れるかなみたいな的なチャレンジ、別にチャレンジしてるつもりはないんだけど、危ねえ。もう多分取れんわ、これは。だいぶ酔っとる。だいぶ理解が追いついてないもん。ないもん。もう。これはさすがに交互に回転がついてから理解できるわ。脳が処理することがね、なんか、ところがなんか、3ステップぐらい遅いもん。うん。脳の処理がもう遅すぎんご。いや、これまずいんじゃない？あ、いけるいける。いや、これさ、ファーストはクリアできる。ほんとか？今の当たっといて、ボーほんま？待て待て、幸先悪いって。幸先悪いって。別にクリアすることが目的じゃないけどさ。いや、マジか。あー、やっぱり酒は人をダメにしますね。何も理解できないもん、今。何喋りたいかも理解できない。何を話そうとしてるかもわかんない。果たしてそれは人間が生きている状態だと言えるのだろうか。何言ってんだ。なんか、一応実況撮ってるから、うまいことを言おうとしすぎじゃない？なんか、普段のゲームの実況はさ、ギャルゲ実況させてもらってますけど、なかなかね、深いことを言おうと、なんか頑張りすぎてるところがあるんですよ。たまには、ストレス発散的に、なんかアホなことを言ってるみたいな感じがあってもいいと思うんですよね。だからもう、この実況撮ってるんですけど、あ、バブルトラブルですね。バブバブ言いやがって。何あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。ちょい、もう、ちょ待って。酔っ払いすぎじゃない？ちょ、すいません、皆さん。ボタンがわかんなくぐるなるぐらい酔ってんの。やばいって、それは。え、パート2から、やってるね。パート2からやってるね。ムービンのイメージを壊そうという、その企画ですね、今回は。はい。酔っ払うと人間はここまでダメになるんだっていうことをね、皆さんも、覚えていただいて、もう酒飲まないようにしていただくという、ある種禁酒の目的にしてください。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。いや、もう酔っ払いすぎて、ファーストステージすらクリアできる気しないんだけど。え？だって2ステージ突入時に、なんかゲームやめた男だで。男だでとか言い始めましたけど。そんなんもう、ダメでしょ。判断する頭もうないなってるもん。ああ、ここだね。いや、このアポロエリアとかもやばない。ちょっと上から見下ろすわ。
意外といけるね。あ、意外といけるね。あ、そういう感じか。あ、いや、全、いや、嘘、全然嘘。全然調子こいてた。あ、全然いけるじゃんって言って、とか言ってるけど、運ゲーだったわ。いや、でも、見極めるわ、今。見てて。あ、いい。あ、あ、見える。アポロ見えるよ。あ、全然余裕。はい、滑っていきますね。はい、余裕ですね。はい。ここも見える、あ、あじゃねえ。あじゃねえ。そんな、なんか、普通の反応しないでくれる？そういうイメージないから多分。これ渡りきれる多分。渡りきれる。はい、オッケー。完璧。で、多分左の端がそのうち降りるから、いける。これも、ファーストスラって余裕ですわ。ファーストス余裕。はい、ゴールです。ございます。はい。やばいって。酔いすぎだって。飲みすぎだって。いや、知らねえ。邪魔なものを避けて2周しろ。いや、これも、前回のさ、その泥酔フォールアウト、パート1やった時が久しぶりにフォールアウトやったんですよ。だからもう全然わかんなくて、ステージもね、新しいもいっぱいあったんですけど、全然わかんないんですよ。で、今回パート2、パート1からパート2まで実況期間空いてて、もう何もわかんないっす。あ、一応なんかレースコースみたいになってんだ。いや、でもわかんねえな、これ。え、どう行くんこれ。どう行くんこれ。え、どういうこと。ああ、そういうこと。あ、これ通れんのね、別に。あ、動いてんだ、これ。なるほど。で、この間から抜けれる。で、なんかベルトゴムやなってる。行くじゃん。あ、全然いけんじゃんね。あ、全然いける。あ、これなんかビームサーベル的なのが通ってる。ビームサーベル的な。もう無理やり行った。うい、行って横顔、なんこれ。なんこれ、酔っ払ってるみたいになるじゃん。うーん。なんか、音がなんもなくなった。え、待って、俺、失明じゃない。なんだ逆か。なんだ耳やられた。ちょ待って。あ、やばい。あ、ここ無重力状態。あ、よかった。いや、待って、酒飲んで、ただでさえ、ちょっと、あの、理解の能力が乏しくなってるさなかで、ちょっと、あの、なんつうの、音がちっちゃくなるのはやめてほしい。ちょ、ビビる。あの、聴力がやらかしたかと思うじゃん。あ、そういうの怖いからやめてほしい。マジで。マジでやめてほしい。ただ多分10人ぐらい前走ってっから、まだいけると思う。2周目入ったのが10人ぐらいいると思う。これ何？あ、ただの壁ね。はいはいはい。で、これ多分右、左。で、右で、これ動くやつがあるんだよね。で、まあ、ここは普通にベルトコンベアじゃん。で、左に飛ぶんだったら、いいタイミング来た。で、ビームサーベル的なの出てきて、あ、これ当たったかも。あ、全然大丈夫だった。で、これ多分無重力的な感じなんだよね。違うか。全然わからん。頭が追いつかん。もう全然わからん。あ、上矢印向いてる、よくよく見たら。逆か。下の矢印向いたり、上矢印向いたりしてるか。で、これ確か前飛ぶやつじゃん。お、完璧やんけ。いや、お、酒飲んでました？あ、ムービンさん酒飲んでました？全然酒飲んでないと、ないかも。いや。ないかもじゃないんだよな。いや、飲んでるよ。バチクソに飲んでるよ。バチクソに飲んでないとこんな滑舌にもならんし、そんな中身のない発言しないよ、普段から。ギャルゲ実況してるムービン的には、全然もっと普通ですけどね。もう何言ってかわかんないけどね。出た。ヒヤヒヤロード。ヒヤヒヤロード好きね。3番目のステージにヒヤヒヤロードはみんな好きだね。え、これそんな人気ある？前回のパート1でも言ったやん。変なこと言いそうになったやん。前回のパート1で。あった、これは。最初は全然いいんだよ。後半のマジ読み合いだからマジこれ。まず飛ぶやん。あ、全然ないね。右だね。はいはい。あ、理解した。で、ここまでは理解した。とりあえず行かしてもらうわ。全然ないね。右じゃんじゃ。多分、左はないわ。右だと思う。あ、みんな理解し始めたね。ここまでいけるよね。ここもいけんのか。いや、これ結構厳しいぞ、こっから。いや、これ多分右だと思うんだよな。右だと思うよ、俺は。あ、ダメか。あ、そこいけんのか。そこ行くまででもあると思うんだよな、道が。ちょっと見極めさせてもらうわ。あ、ここね。はいはい。で、ここも、もう引けない。もう引け、あぶねー。
あぶな。え、酔っ払いのくせに判断力はあるね。判断力はあるね。酒飲んでもまあ家帰れるまでの判断力はあるからね。風呂入ったこと忘れるけどね。うん、風呂入ったことは忘れるけど、家に帰るまでのそれなんとか本能ってあったと思うんですけど、それはあるんだね。うん、毎回泥酔で家帰った後の記憶ないんだけどね。今回はまあ実況撮ってるんで自宅で泥酔してるんで大丈夫ですけど、はい、最終ステージですね。できんのかマジで、マジでこれ最終だよね多分。あや、8人が生き残るタイプだから、まだもう1ステージあるのか。見極めろ、フルーツの飛んでいく方向を見ろ。スイカがマジ読めないって、スイカの方向マジ読めないって、読めないってスイカ。あ、これまずい。あーやったわ。いやこれもう8人に入らないって。いやマジ棒もそうだけど、いや見極めむずいっぴ、むずいっぴ。そのリンゴじゃないみかん、どうなる。いやもう4人しかクリアできんて。いや無理だって、あと2人、無理だって、無理だっぴ。あれワンチャンある、ワンチャンある。前のやつが蹴落とされればある。あーダメだって、ダメだって。いや無理だって、泥酔してたら無理よ。